ハートポイントサービス。ハートポイント移行前のポイントサービスには、どんどん、たまからる、グルメシティクラブ、栄えクラブ、光やポイントカードなどがあった。本校では、統合前のそれらのポイントカードについても記述する。ダイエはもともと安売りが発祥であるため、ポイントカードを導入していなかった。そのため、唯一のポイント機能は、グループの OMC カードのカードで、 レジにてクレジット払いで支払った時に蓄積されるクレジットポイントであった。競合他社がポイントカードを相次いで導入する中、大英はまず1999年10月にグルメシティ49店舗でグルメシティクラブを導入した。続いて大英についても2000年12月から19店舗で先行の上2001年11月から2002年春にかけて前転にどんどん タマカラルカードを導入した。さらに、子会社の栄の一部店舗で、栄クラブを導入した。しかしこれらのポイントカードは、店舗間でポイントが合算されない、グルメシティクラブでは、ポイント付与対象となっている。食料品以外が、どんどん、タマカラルでは、原則対象外となってたなど、顧客からも不満があった。なお、大英の店舗であっても、トポスや、D マートには、 これらのポイントカードは導入されなかった。また、ヒカリポイントカードは、これらのポイントカードとは一切関係ない上、ヒカリは当時大英とは異なる独自のポスシステムを使用していた。産業再生機構による再建のもと2005年までに店舗整理をおおむね完了したこと、当時のポスシステム1995年に導入した第2期の老朽化。 さらに当時の経営陣が電子マネーを活用する方針をけた当時はセブンアイホールディングスと提携して電子マネーを導入する構想があったこと。これらが重なり、ポスシステムを更新、第3期の導入することになった。これに合わせて今まで不満や改善要望が多かったサービスを刷新したハートポイントサービスへ変更された。店舗さらには グループ各社共通のポイントシステムとなったが、ポイント付与対象金額が税込みから税別に変更された OMC カード以外のクレジットカードでの支払いで、ポイントが付与されなくなった各種ポイント倍増キャンペーンが段階的に廃止されてい、などの一面もある。2009年11月2日からは、ハートポイントサービスの利便性向上のため、大英のネットショッピングでも利用できるようになった。 同時に株主優待の利用もリリースされている。2012年3月22日から60歳以上を対象とした専用カード、ハートポイントカードプラス、プラスの発行を開始した。イオングループは2016年6月1日、同業他社に比べ遅れていた現金やワオン以外の電子マネーに対応したポイントカードの分野にようやく参入し、 ワオンポイントカードをスタートさせた。これにより大英文英の店舗では、その前日をもってポイント付与を停止し、8月末日で保有ポイントの利用も終了した。一方で、イオングループのリストラにより、大英から切り離された店舗では、期間が異なり、いずれも9月末で保有ポイントの利用を終了させた。なおポイントが付与される間は、ワオンポイントカードは使えなかった。 200円、税込みにつき1ポイント貯まるほか、ボーナスポイントが設定されていた。500ポイント貯まると、サービスカウンター、スマイルカウンターと称した時期もあるで500円分の大英お買い物券と交換できた。食品売り場とギフトコーナーでの支払いにのみポイントが付与された。ただし、年に数回、他の売り場においてもポイントを付与するキャンペーンが行われていた。ポイントは、 カード発行店でしか蓄積されなかった OMC カードにポイントを付与することも可能であったが、店舗間でポイントは合算されなかった。基本は蒸気カードと同じであるが、食料品に限らず、医療品や雑貨売り場などでもポイントが付与された。また、東京都世田谷区の下北沢店では、テナントであるユニクロでもポイントが付与された。グルメシティクラブとほぼ同じであるが、 ボーナスポイントの設定金額が低くされていた。栄店舗すべてでポイントシステムが採用されていたわけではなかった。京都店を除く、ヒカリア各店舗で採用されていた、ヒカリア独自のポイントカード。ヒカリアでは、大英グループポスシステム第3期以前は、大英グループとは異なる。ヒカリア独自のポスシステム、ターミナルは、寺岡成功性を採用していた。なお、 2007年3月1日に運営会社がグルメシティ近畿に合併したことを反映し、ポスシステムの更新が行われたセタ店と山品店では、ポスシステム更新に合わせてグルメシティ店舗の扱いに変更されている。どんどん溜まるグルメシティクラブ、栄クラブ、光やポイントカードなどの光景。ポスシステム第3期の更新が完了した店舗から順に導入していった。 2016年4月時点で利用可能店舗は大英直営店及びグルメシティ各店と北海道、本州、九州の4マックスバリュー、旧大英とグルメシティの店舗のみが対象であった。ただし、カテプリ新札幌など一部店舗や対象店舗であっても一部専門店では利用できない。有価証券や家電修理代金など一部商品、代金についても利用できない。 ハートポイントは200円につき1ポイント付与され、1ポイントイコール1円として利用できるように2013年9月1日より改定された。月間利用金額に応じて最大で700ポイントのボーナスポイントの付与も実施している。ポイントの有効期限は最終利用月の翌月から3ヶ月となっている。OMC カード以外のクレジットカードで支払うと、 エコポイントを除くポイントが付与されない。レジ袋を辞退すると、エコポイントとして2ポイント付与するサービスを行っていたが、2013年11月1日より、食品レジでのレジ袋有料化に伴い、レジ袋辞退時のエコポイント付与は取りやめにな、いた。しかし、2014年1月に会社側が、急遽、レジ袋有料化を撤回。 エコポイント制度については2013年10月末日以前の状態に戻っている。店舗によってはピュアウォーターサービスや各種割引セールなどでカードを利用している。カード忘れなどによるポイントの後付けはシステム上の制約から当日中になっており各店舗のサービスカウンターで受付している。カードの時期不良による交換や OMC カードの会員番号変更に伴うポイント移行などもサービスカウンターで受け付けている。Q ポイントからハートポイントへ移行する際、Q システムの情報を引き継がずにハートポイントカードに新規入会するという形を取った。切り替え時には OMC カードの入会キャンペーンなども行われた。複数店舗のポイントを持っていた場合、まず1枚ハートポイントカードを作り、 各店舗にて、ポイント移行手続きを取ることでカードをまとめることができた。また、OMC カードにポイントを付与していた会員は、自動的にポイントが移行された。白地に、ダイエーのコーポレートマークをあしらったデザインの、ハートポイントカードにポイントを付与している。OMC カードにもポイントを付与している。ダイエーなどにある。 OMC カードカウンターで申し込む際に、ハートポイントを強調するため用意されたオレンジを、基調としたスタンダードカードを選択することができる。OMC カードで支払うと、ハートポイントの他に OMC カードのポイントである、ワクワクポイントも付与される。2009年11月から店舗と同様に、ダイエーネットショッピングにおいてもハートポイントが利用できるようになった。 ハートポイントカードプラス。プラスは、60歳以上向けのポイントカードで、通常のハートポイントカードの機能に加え、毎月、5の月5日、15日、25日に限り、売り場ほとんど全品を対象に、通常の5枚のポイントを申請する、会員様限定特典が受けられる。なお60歳以上で、既存のハートポイント会員は、各店舗店頭にて、 ハートポイントカードプラス、プラスに切り替えることができる。発行手数料は無料。新規で入会する際には年齢確認書類が必要になる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。